自分の喜びとしてのコメディ俳優というか、今なさってるお笑いですね、教えてください。そうですね、まあこれは本当にさっきのちょっと質問とちょっと重なってしまうんですけども、やっぱり自分の力を認めてもらえるっていうのが喜びですよね。はい。あとやっぱりその作品の良さを人に伝えられるっていう喜びもありますよね。はい。その自分の力を認められるのと、例えばなんか自分が小説とかドラマとか映画な、いろいろ何でもいいんで見たときに、これ自分が作ったことじゃ、ものじゃないんだけど、でもすごく人に伝えたいっていうことってあると思うんですよね。で、やっぱりそれは自分のスキルを見せたいとかどうとかとまた別で、その作品そのものの良さを伝えるっていう喜びもあって、そういう、うん、種類の喜びも、うん、舞台俳優って大きいのかなと思ってます。なるほど。で、例えばどういう、うん、何かその伝えてよかったなって、伝えたかったなみたいな、例はありますか？そうですね。まあ、すごく、ストーリーのいい話とかは、やっぱり台本とかに出会うと、うん、ありますね。うん。僕がやった舞台の中では、やっぱりその、父親と確執のある主人公が、まあ、ちょっと別の人を、まあ、父親に見立てて、こう、本当の父親じゃないんだけど、その人に、親孝行をするみたいな、そういう話があって、それは僕自身がその役ではないんだけれども、あ、これはすごくいい話だし、これを、見て、あの人はこんなこと感じてくれるんじゃないかなって思って来てもらって、それが、伝わるっていうのはすごく、うん、なんか嬉しいですよね。はい。はい。な感じですかね。うん、演じることがなくなるということは自分にとってどういうことですか？これがですね、僕正直これすごい難しいなと思ったんですよ。うん。っていうのは、正直じゃあこれから一生舞台に立たない生活どうなんだろうって考えたときに、僕はどうしても嫌とは思えなかったんですよね。うん。そうなんですよ。なので、でも、どっか息苦しさとかあるんだろうけども、うん。舞台に立たなきゃいけないっていう理由が僕は正直、わからなかったんですよね。うん。やってみないとわかんないと思います。本当に。どうしても出たくなるのかもしれないんですけども。うん。でも実際コロナの状況で、こうやって、演じられてますよね。インターネットで。あ、はいはい。うん、そういう意味では舞台じゃないけれども場所は変えてでも演技はしてるわけですよね。あ、まあそうですね。それがそれすらも奪われてしまったらやっぱりしんどいかもしれないですね。うん、確かに表現は、うん、生きることと結構直結してるかもしれないですね。うん、うん、ということはもう一回伺いたいんですけど、そのご自分にとっての、うん、演じるということ。それは喜びでもあるわけでしょ？そうですね。まあ、演じることを、まあ舞台に、舞台じゃなきゃダメってことではないと思うんですけども、まあ映像、今 YouTube も自分でやってたりしますので、うん、やっぱ何かしらこう表現するっていうことは、うん、ちょっと、これからずっとやらないっていうのは結構考えられないですね。うん、やっぱり、そうですね。うん。ちょっとずっとない生活っていうのは難しいかなと思います。どういうところから？自分にとって。どういうところ？そうですね。なんだろうな、
やっぱり、やっぱすごい人でありたいっていうか、自分にしか出せないものを出せる人間でありたいっていうのはあるんでしょうね。うん。それがやっぱり、ただ、生きているだけではどうしても得られない、うん、喜びなんだと思うんですけど、うん。その欲求は絶対になくならないんじゃないんですかね。はい。はい。それを伺いたかったですね。でも具体的にでもどういうふうにっていうことって言えるんですか、何か。具体的に、うん、演じるということとかお笑いということが、それがどういうふうに具体的に自分にとって喜びになってるかとか、それがやめられない理由になってるとか。そうですね、どちらかというと僕はお笑いの方が、プライドに近い方がありますね。プライドに近いかと思います。お芝居っていうのは本当になんかこうやってて楽しい、なんかいろんな人とこう一個のコミュニケーションとして楽しいっていう感じがして、それはそれですごく、生きる上で楽しい必要なものだと思っています。でお笑いに関してはちょっとこうやっぱり自分の才能を周りに認めてもらうためのツールなような気がしていて、なのでお笑いは負けたくないっていう気持ちのがあって、これで勝ちたいっていう感覚がやっぱちょっと強くて、なんか自分を表現して認めてもらいたいっていう気持ちと、単純に周りの人とつながって楽しいっていう、表現で両方とも持ち合わせてると思うんですけど、僕の中ではどちらかというと笑いっていうのはそういう自分を認めてもらう方で、お芝居っていうのはまあどちらかというと楽しさとか、まあこれはこれでなくちゃない、いけないものなんですけど、そういう感じ、感覚ですかね。ぼんやりしてますけども、なるほど、はい、生活の中での演劇の位置関係、そうですね、はい、生活の中での感情っていうのは僕は素材だと思ってます。演劇っていうのは、それを調理する、料理かなと思うんですよね。はい。なのでやっぱり素材がないとダメだし、でも素材をそのまま出すっていうのは料理じゃないし、エンターテインメントの世界で言うと芸能じゃないと思うんですよね。やっぱり、例えばですけど、ひそひそ話ってあるじゃないですか。で、じゃあ実際の生活の中でもひそひそ話はするし、お芝居の中でもひそひそ話ってあるんだけれども、でも、実際のその生活の中でのその時の役に入った時に、本当にただただその気持ちのままにひそひそ話やっちゃったらお客さんには聞こえないじゃないですか。だからそのひそひそ話をする役の気持ちになりつつ、でもお客さんに聞こえるように伝えようっていうもう一個の感覚って絶対必要なんですよね。そういう声の音量だったりとか、その、ただただその役を、の気持ちになりきるだけだったら相手を見るだけでいいんだけれども、でも、それをちゃんとお客さんにも伝えるっていう意識があることで、やっぱり少し気持ちが、姿勢がお客さんの客席に向かう。それを、でもそれがないとやっぱ僕はエンターテインメントだったり芸能ではないと思っていて、ただただその役の人間になりきるだけだと、それはただただ人前で自分の世界に入れる、度胸のある人でだっていうだけで、それを一つのエンターテインメントにするにはやっぱり、
そういう感覚が絶対ないといけないと思うので、うん。そうですね。なので、大切なのはもちろん、普段の中の生活の中での感情だったり、リアルな感情なんだけども、それをあえて、あくまでも素材で、その上でやっぱり、調理したものを出すっていうのが演劇っていうものなのかなと思っております。はい。自分にとって好きな自分を教えてください。自分にとっての好きな自分は、陰口をあまり言わないことです。はい。はい、あまり言わないけど少し言う。違うか。言ってしまいますね。はい、うん、あなたは、お笑い俳優としてエゴイストですか？それはどういうところ？やっぱりその自分の中で、あ、このシーンっていうのはこういうものなんだって明確に正解というか自分なりの正解が見つかってしまった場合は結構頑固かもしれないですね。うん、その基本的に役者って演出家さんが言ったことにどこまで近づけるかっていう仕事だと思うんですけど、やっぱり演出家的な目線もどうしてもあって、あ、このシーンはこういうふうにした方がいいってなった時に、やっぱりその演出家的な部分で、そこをなんかこう、こういうふうにやりたいっていう、ちょっとはみ出した行為を取ってしまうことがありますね。うん、それはちょっとやっぱり、役者としては良くないのかもしれないんですけど、ちょっと、エゴイストで、うん、そういうことをやってしまうところがあるかなと思いますね。はい。そういう時、演出家さんはどういう反応されます？そうですね。まあまあ、何も言わずに受け入れてくれる場合もありますし、まあ、訂正される場合もありますし、でもその時はまあ伝えますね。一応、こういう気持ちで、こう動きになってるんですけどっていうのは伝えますけど、まあ、それでもどうしても、いや、そうじゃないんだっていう場合は、一応、まあまあ、相手が言った通りのことを一応、やるようにはしてます。うん。そうですね。で、やっぱり、うん。うん、そうですね。はい。遠慮しないでもっと、今、引っ込めた言葉を言ってください。うん。そうですね。まあ、もちろん、自分が見せたいものっていうのが明確に見えたときに、エゴイストでありたいというか、自分のやりたいようにやりたいっていう気持ちももちろんあるんですよ。うん。でもやっぱり、これはちょっとその、マキコさんからしたらちょっと、物足りないかもしれないんですが、あくまでお客さんからお金をもらってやる分に、うん、舞台であれば、やっぱりこう、一個、うん、一つの形にはしないといけないので、その、私はこう思う、私はこう思うで、それだけで時間が過ぎてしまって、無駄にしてしまう一個の作品ができなくなるってことはまず選択肢としてないので、うん、どこかでやっぱり、何を優先するのか。やっぱり見に来てくれる人に一個の作品を見せるためには、ここはまず折れた方がいいっていう部分もあって、うん。それは、掛け合うことは何ともするんだけれども、その中で一番、うん、ベターな、形を見つけるようにしてるし、結局、それをすることが自分にとっても一番いいと思うんですよね。ただね、私が質問してるのは、人に対してじゃなくて自分に対してのエゴイストみたいな感じなんですよ。自分に対してのエゴイスト、うん、はい、だからこれを誰かに対して自分を押し通すとかっていう問題じゃなくて、それは性格の問題も入ってくるんで、はい、そういうとこじゃなくて自分が演じるということに対してのその技術的なこととか表現に対する
部分のエゴイストっていうか、お笑いでもそうだし、だから性格の部分じゃないんですよね。性格の部分じゃない、うん、自分がこう表現したい部分とか、うん、あの声の出し方とか、それはすごい絶対に自分がこう維持したい部分だ、こだわりがあるとか、そういう自分に対しての、あ、自分に対しての、お笑いでもそうだろうと思うんですけども、あのお笑いのネタを作るときとか、それを演じるときとかの自分の、それだったら自分で作って自分で演じるわけだから、あの相手はいないわけじゃないですか、あの、はい、演出家さんとかね。でそういうところでのこだわりとか、まあ、技術的なことにもなるんだろうとは思うんですけど、あ、こだわり、そうですね、うん、まあでも自分自身が面白いと思えないものは絶対出さないかな、うん、まず自分がジャッジして、うん、面白いと思えるもの、自分が笑えるものだったりだとか、うん、で芝居においてもやっぱり自分の中で納得して動けるものじゃないと、うん、やっぱり納得いくまで練習はしますね、はい、この時こういうふうに思ったからこう動くんだっていうのは、うん、考えます、はい、うん、結構今日普段はこういう話は全くされないですよね、きっと。全くしないです。そうですよね、だから、はい、普段だからされないだろうなと思いました今、まあ、普段するような、普段喋るような質問じゃないですけどね。あ、いやいやいや、そんなことはあれなんですけど、ね、すごく真剣に考えてる人ほど、こういうことも考えられていらっしゃると思うんですけども。いやそうじゃなくて、うん、この辺はね、言うか言わないかはね、性格だと思うんですよ。自分の心の中に秘めてることって言葉にできない時ってあるじゃないですか。だからそれは、うん、あ、そういう方なのかなと。うん。うん。結構、お話し、喋ることを商売にしてる人っていうのは、本当に自分が伝えることを言葉にできるんですけど、私みたいにそうじゃない人は聞かれたって、私聞くけれども、自分が聞かれたら全然答えませんもん。ああ、いや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 。すいません、なんかいやいや、そんなことないです。それは全然問題ないです。でもそれはね、その辺、みのるさんの人間性が出てて、それはそれでいいと思うんですね、私。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。自分にとっての演劇とお金の関係を教えてください。そうですね。まあ僕は、まだまだ考え方アマチュアなのかもしれないんですけれども、まあ自己表現っていうものに勝手になんかこうロマンを持っているので、割とお金に対しては僕は潔癖症かもしれないですね。あまりお金目当てのためだけに表現活動したくない、うん、人によっては甘えてるとかプロじゃないっていう考え方も言われるかもしれないですけども、うん、そこまでこうお金を第一優先で表現活動しようっていう気持ちはないですよね、僕の中では。はい、まあ、もらえたら一番ですけど、うん、今じゃあそのお笑いと別に自分の仕事があるんですか、専業の。はい。介護の仕事をしてます。あ、そっか。じゃあ、自分の仕事と、それからお笑いの仕事と分かれてるわけですね。はい、分かれてます。そういう方もいらっしゃいましたよ。質問した方で。うん。うん、その方は、スノブへ吹いてらっしゃる方で。はい、総一郎さんって、プログラスの人に。ああ。うん。はい、はい。彼も、介護をやってましたね。あ、そうですか。うん。肉体労働ですよね、でもね、あれ、多分。そうですね。ただ僕はそこまでその、重度の方を見てるわけではないので、お風呂を入れたりだとか、そういうことはしていなくて、ほぼほぼ日常生活の家事を、手伝ってあげてるぐらいなので、うん、うん、そこまで、体力使うほどの仕事じゃないんですけども、うん。そうか。はい。プロを目指してはいるんですけど、結果的に、もうプロではないですね、はい、劇場の、レンタル料金っていくらぐらいするんです
演劇で望ましいと思える環境を教えてください。